トニー・アヨーミは、イギリスのギタリスト。ブラック・サバスのメンバーとして知られる。ウェスト・ミッドランズ、バーミンガム出身。身長183センチメートル。ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第86位。2011年の改訂版では、第25位。バーミンガムで、アースというバンドを結成し、後にブラック・サバスと改名。 デビュー前には一時的にジェスロタルニカ入試、ローリングストーンズ主催のイベント、ロックロールサーカスに出演したが、レコーディングには参加せずブラックサバスに戻る。1970年のデビュー以来、ブラックサバスのすべてのアルバムに参加している。1978年のアイオミ左利きで、レフティギターを使用している。もともとは、ドラム志望だったが、金欠で、 ドラムキットを変えず、しばらくして、今度はギターに興味を持ち、右利き用のアコースティックギターを購入した。ギブソン社に24フレット仕様の SG モデルの製作を依頼するも断られ、英国のギタールシアー、ジョン・バーチ製作の SG モデルを使用し、ヘビな音を出す。また、パワーコードを多用しながら、叙情性も感じさせる、同じフレーズの繰り返しにより、 彼独特の雰囲気を持たせ音世界が特徴である。ただ、その枠の強さゆえに聞き手を限定することもある。ナショナルアクロバットや、イントゥザボイド、スノーブラインドなど、1970年代初期の作品に彼の特徴が強く現れている。何かに追われているような緊張感と矛盾するような解放感を併せ持っている。レッドツェッペリンや、 ディープパープルなど他のバンドと同様に独創性のある超重量級の音色や重苦しさの表現が秀逸である。その独特のサウンドとスティナートのフォーマットは後続への影響も大きい。1970年代初期の生の演奏においては早弾きを披露したり、ブルースや1950年代のロックンロールも演奏した。そのキャリアを通じて普遍といえる 独特の間を持たせた、蛇かつシンプルなリーフの創作力は高く評価されている。アイオミの右手の中指と薬指は板金工時代の事故で先端部分が失われている。アイオミは工場で鉄板をプレス係に送り出す役目であった。その工場を退職するちょうどその日はたまたまプレス工が無断欠勤しており、アイオミが プレス係と送り出す役を兼務する羽目になった。兼務は大変な上に、プレス作業に慣れていなかったため機械のスピードについていけず、アイおみは誤ってプレス機械に手を入れてしまい、指を切断してしまった。左利きのため、右手指で応援を行うアイおみには致命的な事故であった。工場の監督が、アイおみを励ますために、ベルギー人、ギタリスト、 ジャンゴラインハルトのアルバムを聴かせた。ジャンゴも火災事故で左手の薬指と小指が動かなくなったものの、そのハンディを乗り越えてギタリストとして活躍していた。彼の存在に励まされたアヨミは奮起し、右手の指の先端に洗剤のプラスチック容器を溶かして作ったチップをはめて、そのハンディを克服した。さらにギターの弦のテンションを極限まで下げ、わずかな力でも、 弦を抑えられるようにした。これにより、アイオミのギターは、音が低く、潰れたような特徴的なサウンドとなり、その音色は後に、様々なヘビメタルのギタリストに影響を与えた。ありがとうございます。